皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今日はボンド大宮でカスタマイズした車両を紹介したいと思います。毎回これ富谷さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。最近よく出ますね、はい、そしてようやく大宮の動画で僕が出られたっていう4回目にしてようやく登場できた。やっとカメラマン来た、はい、やっと来た、はい、今日はちょっとやめたんじゃないかって噂あったけど、もしくは10秒説が10秒説も流れてましたけど、はい、ちゃんと今日撮ってもらってます、はい、じゃあ今日早速紹介していきましょう。はい、はい、車がフェラーリカリフォルニア T です。なるほど、はい、はい、あの大宮にもスーパーカー入りますね、はいはい、で色もまたこれすごいですね。そうですね、割と珍しい感じじゃないですか。あんまり見ないかもしれない、ね、そうですよね。白、うん、赤は結構多いですけど、うん、青は割と珍しい感じで、うん、めちゃめちゃ車が爽やか。そうですね、はい、まあだから結構カスタムする色に悩むっていうか。あ、なるほど、まあ、オイルもそうだし、キャリパーもそうだし、はい、これちょっとあのこのフィン部分とかをガメタに塗ったりしてるんですけど。なるほど。あ、これ塗ってるんですか。塗ってます。あ、本当だ、この先っぽが。あのフェラーリのエンブレムとかも全部一応黒じゃなくてあえてガメタリックで塗ってるんですよ。素地部分はもうガメタで、この先端のメッキとかもガメタで塗ってると。そうです、ね、いつもの流れでいくと黒になっちゃうんじゃないかなっていう。黒続きましたからね、ちょっと大宮店黒一辺倒かって思われてますけど、そんなことないんです、はいはい、大宮に持っていくとみんな車が黒くされちゃうって、はい、そんなことはない。ちょっとたまたま続いただけで。なるほど、はい、そんなことないです、はいはい、そして今回もう何といっても一番の見どころここですよね。そうですね、アメタン、はい、アナーキー X1X1、はい、入れさせていただきました。もうフィニッシュも、まあ、ポリッシュで。ポリッシュで、はい、なんかこのフェラーリの爽やかな感じにめちゃめちゃ合ってますね。そうですね、これ、はい、まあ、ボディ色が青で、まあ、周りがガンメタで、逆にこうホイールにポリッシュを入れちゃう。なんか負けてないですよね、このボディの。負けてない、はい、これはもう大成功だと。もうものすごく爽やかで、さらにちょっとこうお金持ち臭が、はい、すごいです、まあ、もちろん乗れないですけど、これ見てあめちゃくちゃ乗りたいなってそうですね、はい。でサイズはこれいくつになるんですか。これあのフロント21、はい、リア22で。あ、後ろ22なんですね。そうです、タイヤピレリ P0、フロント25530-21。なるほど、ちょっとわずかにちょっと引っ張ってる感じですかね。そうですね、はい、ちょっと立ちすぎず寝すぎず絶妙なセッティングで。もともとノビテックのホイールが入ってたんですけど。あ、そうなんですか。今回ちょっと気分を一新して。なるほど、車外からさらに車外に。そうです、そうです。そして出面もなんかちょうどいいっすね。そうですね、ちょっとそのあんまりこう激しくしすぎず印象爽やかなままで、もう本当に気持ちちょっと引っ込めてるっていう。そうですね、バチバチに出しすぎてない、うん、もうチューナーサイズっていう感じ。ちょっとなんかそんなにこう、まあ、フェラーリ上品な車なんで、あんまり下品にしたくないな。確かに上品ですよね、ちょっと出面も、うん、はい、まあ、ディーラーでは多分怒られるかもしれないですけど、はい、そうですね、まあ、ディーラーに行くはまあもちろんすんなりじゃないでしょうけど、はいはい、出面はかなりちょうどいい感じの出面になっております。かっこよく決まったと思います。後ろは22で、まあ、同じく P0 315-25-22。後ろコンケーブもすごいしサイズ感いいっすね。なんかいやめちゃくちゃいいと思うんだ、タイヤの厚みのバランスというか、うん、フェラーリってどっちかってちょっと純正のタイヤの厚み結構あってボテッとしちゃうじゃないですか。そうですね、うん、なんかそれがなくなってすごく爽やか。もともとその純正車高調でローダウンしてたのを今回はノビテックのスプリングをつけて。あ、そうなんですか。さらにちょっと1センチぐらいまた下がったかな。なるほど、純正車高調だとあんまり下がりきらないんですよね。下がりきらない、ちょっとこう車高がやっぱりどこか中途半端な印象が多いんですけど、やっぱまあスプリング入れることによってこうビッとちょうど指1本分入るか入らないかぐらいですかね。そうですね、これも下げすぎずちょっと上品なところを狙った感じで、うん、なるほど。そしてブレーキなんかもあえてのシルバーっていうことで、ラッティングシルバー、まあ、ちょっとつるんとしたシルバー、この辺も蛍光色とか真っ赤とかちょっと派手な色に行くんじゃなくて。そうですね、ちょっと落ち着いた感じで、うん、まあ、差し色でこう別な色を入れるのもまあ全然ありなんですけど、まあ、これはこれで
まあ、おしゃれじゃないかなって。確かにちょっとカスタム上級者なちょっと、そうですね、チョイスですね、はい、これアナーキー黒いボルトがくっついてきたんですけど、はい、まあ、ちょっとボリッシュに黒いボルトいかがかなと、はい、ああなるほど、一応黒いボルトが標準なんですよ。そうですね、はい、なんであ今回ボルトも合わせて、はい、そうですね、もうこの2ピースのローターとプラッティングシルバーのキャリパーとなんか足元のメカメカしい感じが、はい、すごいですね。機械チックでめちゃかっこよくなったと思って、はい、これいけてますね。そして後ろ今回マフラーも変わってるっていうことで、マフラーはまあこう中だけだけど、あのカプリスト以前に、あ、中身が変わってるんですね。そう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 、なるほど、ドイツのマフラーメーカーカプリストのマフラーになってると。じゃあ音の方もちょっとこの後聞いてみたいと思います。でこの辺もあれですか、塗ってたりとか。あ、そうですそうです、あの同じガンメタで普通メッキなんですけど。なるほど、ちょっとその辺もトーンを抑えて。そうですね、はい、はい、やってあると。で今回特にカスタムっていうわけじゃないんですけど、中がとってもおしゃれな車なんで、これ何色って言えばいいんですか。茶色なんだろう、キャメルにしてはちょっと明るいかな。ちょ、ごめんなさい、色の正式名称が分かりません。これめちゃめちゃおしゃれですね、このボディカラーにこの内装色。かっこいいよな、爽やかだし、なんか大人っぽさがすごい滲み出てて、やっぱり屋根開く車ですから、はい、ちょっと内装も派手めではあるんですけど派手すぎず、はい、そうですね、これちょっと最高っすね、ドライブ最高じゃないかな、特にこれからのシーズン、うん、暑すぎることがないんで、いい開けて走れるじゃないですか。そうだね、これいいっすね。ちょっとじゃあマフラーの音も聞いてみたいと思います。ちょっと屋根の開け閉めもせっかくなんで、これはモテますね。これ乗ってたらモテますね。かっこいいな。バッチリです。まあこんな感じですね。知ってますか、富山さん、最近あの元ホストのローランドさんもカリティ買ったんですよ。本当ですか、はい、動画見ちゃいました僕。ローランド以外もいます、はい、でなんでカリティにしたかってそれ動画でも言ってたんですけど、なんか現行のポルトフィーノよりちょっとだけ幅が狭いんですよね、うん、だから駐車場問題でその制限がある人とかは意外にこう現行のポルトフィーノじゃなくてカリティに結構行くとかっていう、はい、これあのもちろんあのまあ、僕が担当してお客様なんで許可いただいてますけど、はい、あのまあ、ローダウンしてアライメントとかであのロートテストということで乗らせていただいてますけど、めちゃくちゃ乗りやすいです。フェラーリのこうとつきにくさとかないんですか。全然ない、もう街乗りも全然いけちゃうし、で、まあ、飛ばそうとも、まあ、もちろん飛ばせるし、オールラウンダーですね、フィーリング最高の車だと思います。カメラマン情報によると、なんかアメリカで発売した時にこれを買った人の8割が初めてフェラーリを買ったらしいですよ。だからそれぐらいなんかこう何ですか、今までにいない層をこう取り込んだ車らしいですよ。そうなん、車的にでもなんかなんとなく分かりますよね、ちょっと乗りやすそうだなっていう感じもあるし、いやこれ本当あの、まあ、足にもなるっていうとちょっと極端ですけど、あの乗ってて苦じゃない、ちょっとガッタルいからこれ乗っていくのはどうかなってでならないフェラーリだと思います。ガンガン乗れちゃう感じのやつです、うん、はい、で今回ちょっとタイヤホイールとマフラーってことですけど、これもしカスタムすればどんな他にカスタムできますでしょうか。まあ、これ、まあ、プロテクションとかもやってるんですけど、あ、これプロテクションも貼ってるんですね。貼ってます貼ってます、傷も全部じゃあ防止しつつなんで、やっぱりまあ飛ばす車なんで、まあ、プロテクションフィルムとかは、まあまあ、カスタムというかまあ保護目的で、まあ、貼るのは一番あのおすすめしたいところですけど、まあ、やっぱり基本的にはローダウン、ホイール、あとはまあカプリストとかノビテックとかそのエアロパーツ、カーボンパーツもすごく出てるのでおすすめするもの結構多いです。なるほど、はい、じゃあまあご相談いただければいろんなものが提案できるんじゃないかなと、はい、
はい、こんな感じでしょうか。カスタムご相談はボンド大宮店に。はい、はい、というわけで今回はボンド大宮でカスタマイズさせていただいたフェラーリカルフォルニア T をご紹介させていただきました。ボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。We got nothing.